改めて今のお気持ちをお聞かせください。はい、今松江市が直面している課題、コロナ禍であり人口減少、そして少子高齢化、こういった重い課題がたくさんある中で、皆様からご期待をいただいているということを真摯に受け止めて、そしてその松江の展望が開けるような姿勢をしっかり実行していきたいというふうに思っています。選挙期間中は市内をくまなく遊説されまして、市民の皆さんとの交流もあったかと思いますが、どういった言葉が心に残っていますか？はい、選挙期間中100近い街頭演説をさせていただいて、市民の皆さんとお話もさせていただきました。特に今市民生活がなかなか厳しい局面を迎えている中で、子育ての支援、教育であるとか、あるいはその福祉、医療といった分野についての政策を訴えさせていただきました。市民の皆さんからそこに共感を非常にいただいたものというふうに考えています。また企業も回らせていただく中で、特にこのコロナの影響が色濃い産業分野において立て直しを図っていくための政策、これについても皆さんから理解をいただけたものと考えています。市長になってまずは何から取り掛かりたいと考えていらっしゃいますか？はい、今コロナ禍の非常に深刻な状況において立て直しを図っていかなきゃいけない分野、特に松江の看板である観光であったり宿泊飲食、こういったところの立て直し再生を図っていくということが急務と思っています。そしてまた島根町火化の住宅火災に見られるように、今地域において必要なインフラの整備であるとか、あるいは火化においてはその住宅避難所、こういったところの手当てというのを県と一緒に進めていく、これもすぐに取り掛かっていかなきゃいけない課題というふうに認識しています。これから4年間どのような4年間にしていきたいと思われますか？はい、今なかなかコロナであるとか人口減少であるとか、そういった中で若い世代が将来夢を持って過ごすことがやりにくくなっているというふうな認識を持っています。この私の在任中4年間において特に若い世代がこの松江で夢を実現することができると、将来に向けて明るい展望が開けるような、そういった道筋であり光の見える松江に変えていきたいというふうに思っています。ありがとうございました。ありがとうございました。